5の最後、内容編をやっていきたいと思います。前回の四面楚歌の動画では、劉邦軍が外科という土地で、項羽を追い詰めてですね、四方、四面ですよね、東西南北の場所からその歌を歌った。これが四面楚歌という、ね、内容だったと思います。で、項羽はその国の出身ですから、その歌が聞こえてきたということは、これは相手にもうその、国出身の人がたくさんいるんだあろうというところなんですよね。だから、項羽としても、ああそうかと、自分の母国の人たちが寝返っているような劉邦軍、ね、これに勝てるわけがないんじゃないかっていうふうに思うわけですね。で、プラスして兵糧攻めといって、劉邦軍は項羽軍のね、食料を、渡らないように立っていますから、まあ、そういったところもあって項羽軍がバラバラになっていく。で、そんなのが四面楚歌の内容だったかというふうに思います。はい、ここのね、素晴らしいところは、血を流すことなくですね、心を攻撃するという劉邦軍のね、素晴らしい構造だったんじゃないかなというふうに思っています。はい、今回の動画はその外科という場所から右高という場所に移動するまでのお話で、まあ移動した先でどうなったのかっていうところですよね。この辺を詳しくやっていきたいと思います。はい、そもそも四面囲まれてるのに、これなんで逃げられたのかということなんだけれども、もともと劉邦という人物は、まあ、周りにね、こう厳しくやるわけではなくて、まあ結果を出したら、それなりに褒めていくし、その失敗しても怒らない、殺さないっていうのはね、そういうのがありました。だからね、ここの部分でもそうなんですけども、褒美をねもらうために、まずは生き延びないといけないってことなんですよ。だから項羽が強いっていうのを知ってるから、なかなかこうね、自分が生き延びて項羽を捕まえるっていう、このさじ加減が難しくてですね、意外とあっさり項羽はですね、この外科という場所から右高に向けて逃げ出すことができちゃうわけですね。ただそうなってくると話は変わってきて、5000機、まあもっといたはずなんですけれども、5000機で追っかけるわけですが、逃げられてしまうと今度褒美もらえなくなるわけですから、まあ、結構必死になって追いかけていくっていうのはね、そんなようなシーンになっています。はい、で、外科というところから Y がというね、川を渡る頃には800機いた項羽軍の兵も、だいたい100数十機ぐらいになったというふうに言われています。まあ、5000機がね、まあ、必死に追っかけてくるというところで、あとは追っ手ですからね、なかなか兵力もあったのと、ね、逃げながら戦うっていうのは難しいですから、ね、兵力をほとんど減らさずに5000対1000と、あ、間違えた、100ですね、ぐらいのような様子になっていくということになります。はい、で、どんどん先に進んでいくと、まあ、いよいよ28機ぐらいになって、ね、そこで右高という場所にたどり着くということになります。はい、で、右高という場所はですね、こういうふうに船の停留所みたいなところがあって、昔はこう決まった区間にね、こういった船の、置く場所なんかがあったりするわけですよ。まあ、宿が併設されてたりとか、そんなような場所なんですね。そこにいる管理人が艇長という人物だったんですが、その艇長がね、船のところで待っていたわけです。で、項羽に対して、まあ、早く船に乗ってくださいみたいなことを言うんですね。はい、でこれなんでかっていうと、江東、この川の先にある土地には、中国全土みたいな天下に比べたら狭いけれども広い土地があって、民衆自体が数十万いると。今項羽は28機、ね、全兵力28機ですから、そういうふうにね、まあ、大変な状況だけれども、そこを渡ってしまえばですね、統治するに不足ない人も土地もあると。だから急いで川を渡って、ね、再起を図ってくださいっていうのが、艇長の考え方だったんですね。しかも、ここね、艇長という人物がここの船の管理人でして、船を持ってるのは自分しかいないということなんで、この船を出しちゃえば追っ手がね、追えるはずもないと。なぜなら船がないからっていうことなんですよね。うん、このような素晴らしい提案をね、艇長がしてくれるわけですよ。はい、それに対して項羽はこのありがたい提案に対してね、自分自身はもう天命が尽きていると、うん、これを無視して生き延びるわけにはいかないっていう考え方を持っていたわけですね。で、8年前、新討伐のために江東の人たち8000人を引き連れて出兵したっていう過去があるんですよ。だから艇長の提案してくれた広い土地があって、まあ、たくさんの人がいると言うんだけれども、項羽はこの土地の出身で、そもそもそこで8000人の人を集めて、打倒ね、秦ですよね、秦の始皇帝、これの圧政に苦しめられている人たちをなんとかしようというところで、まあ退治しに行こうっていうのがこの流れでしたからね、そういった新討伐のためにこういうふうな過去があるんだという話をします。はい、で長江を渡って、
ね、何戦も何戦もしてったんだけども、今ここの場所に帰ってきた人物というのが、まあ、一人もいないよということを言ってるんですね。で、自分がこの川を渡って江東の人たちに出会った時に不憫に思ってもう一回王になっていいよって言ってくれたとしても、もう合わせる顔がないんですよということなんですね。まあ相手からしてみたら、自分の息子とかがね帰ってきてない、要は死んでいるってことですから、自分だけねこんなまあ、惨めな感じではあるんですけども、そんなね命からがら逃げてきて、で、かつ王様になると、うん、そんなところがね、自分では許せないっていうふうに言ってるわけですよ。まあ、たとえね家族のね人たちが不満を言わなかったとしても、自分自身はねこうちょっと恥ずかしいというか、本当に合わせる顔がなくて、そういうふうな生活がねできるはずがないというふうに思って、川を渡るのは断念してここで死のうというふうに決意するわけですよ。はい。そしてですね、自分の愛馬水という馬なんですけれども、丁長に対して、あなたはね徳の高い人物でありそうだから、この優秀な馬を、あげましょうというふうに渡すわけですね。で、この水という馬は5年間一緒に乗ってきたんだけれども、本当に他と比べてね負けたことはないんだと、それぐらい優秀な馬で、ね、自分と最後をね迎えると殺されてしまうんで、そうなる前にあなたにあげましょうということで、幸運はね相場水を、丁重に預けたというか、まあ上げてですね、歩兵でですよね、歩きながら戦場に向かうわけですね。はい。まあこういった28騎しかいないですけれどもね、この追ってきた仲間のね28騎も全部馬を降りてですね歩兵として戦うわけですよ。うん。それでね28人しかいないんですけれども、幸運がですね一人で数百人かを倒したというふうに言われています。だからかなりやっぱり強いですよね。うん。はい、そういう人物なんですね。で、まあ幸運もですね、ただ数には勝てませんから、まあ 10箇所以上ですね、まあ切られて、まあ、血だらけになっているところに、馬道というそういう昔馴染みがやってきたわけですよ。で、幸運はそれに気づくわけですね。まあたくさんおそらく兵はいたんであろうけれども、馬道という人物を見かけて声をかけます。うん。で、この馬道というのは騎兵隊のこう参謀というかまとめ役なので、まあ、そういうところでねたくさん兵がいるわけですよ。うん。で、そこに気づいて声をかけたところ、馬道もそれを気づくわけですね。うん。で、それに対してですね、王衛という人物に対して、これが孔王だというふうに言うわけですよ。うん。で、そしたらですね、このあと孔武と、馬道の、まあ2人だけの話になっていくわけですが、孔武はですね、自分自身の身には懸賞金がかかっていると、まあ、多額のね懸賞金とか土地がかかっていると聞くから、昔なじみねこの場面であったから、この身をねあなたにあげようというふうに言うわけですね。要はこの体をあげることによって、首をね差し上げることによって、馬道という人物が、まあ、劉邦軍でね褒められて、まあ、出世したりとか土地をもらえたりとか、まあお金をもらえたりとかっていうのがあるから、ね、この身をあげようということ、もうどうせ死ぬからってことなんですね。そして最後はですね、自分で首を切って幸運は死んでいくわけですよ。で、馬道という人物は、まあそういったねところから、まあ、幸運の首をもらってですね、その他の人物もこの幸運の死体に群がったっていうふうに言われてますけれども、右腕左腕右足左足ということで5等分して、持ち帰って、それぞれね5人が褒美をもらったなんていう話もあります。はい。まあ、そんなところでですね、長く続いた幸運と劉邦の戦いが終止符を打たれたという感じになります。はい。で、最後ですね、この幸運の会で、劉邦を助けた紅白たちのお話なんですけれども、これ幸運軍の、まあ軍なので、大体ね戦争を負けると皆殺しにされてたんだけれども、劉邦はそういうことしなかったんですね。このね紅白たち、まあまあ、そういった命の恩人でもありますから、劉というね、まあ、姓を与えて、ちゃんとねこの紅白たちのこの紅の字の血はですね、まあ存続することができたという感じになっています。はい。で、まあそこからですね、まあ劉邦の劉さんちがこうね、勢力を伸ばしてっていうところになるわけですけども、とりあえずですね長く続いた、劉邦と幸運の戦いはこれで終了ということになります。はい。長くなりましたが、この動画で、全て終了ということになります。それではですね、テスト頑張ってください。この動画はこれで以上になります。